ソビエト連邦によるポーランド侵攻は戦線布告がないまま開始された軍事作戦であった。1939年9月17日、ソビエト連邦はポーランド東部に侵攻を開始した。これはドイツがポーランド西部に侵入してから16日後のことだった。軍事作戦はこの日から20日間続き、1939年10月6日に終結した。 結果としてポーランド第二共和国の全領土が分割され、それぞれドイツとソ連に併合されることとなった。この共同したポーランド侵攻は、1939年8月23日に調印されたモロトフリッペントロップ協定の元秘密裏に、両国で同意がなされていた。国土を守るポーランド軍をはるかに数で上回る、赤軍は戦略的、戦術的な、 アザムキによってその目標を達成した。戦闘によって捕虜となったポーランド人は23万人余りに上り、ソ連が新たに獲得した地域では間を置かずに大規模な迫害が始まった。1939年11月、ソビエト政府は掌握したポーランドの全地域を表面上ソ連に併合した。軍事占領下に置かれた1350万人余りの ポーランド国民はソ連内部人民委員部の秘密警察の恐怖化で行われた議事選挙を経てソビエト連邦の新たな市民へと作り変えられた。その結果として実現したのは実力行使の合法化であった。ターゲットとなったポーランドの軍や警察、宗教における重要人物は次々と逮捕され裁判を経ることなく処刑されていくなど様々な形で ソ連の抑圧的な政策が進められた。1939年から1941年にかけて大きく4つに時期は分かれるがソ連の NKVD は何十万人という人々をポーランド東部からシベリアなどの辺境へと追放した。1941年の夏までポーランド東部を占領していたソ連軍はバルバロッサ作戦の過程でドイツ軍に駆逐され、 1944年夏にソ連がこの地を取り戻すまではドイツの占領下であった。ヤルタ会談での合意によりソビエト連邦はモロトフリッペントロップ協定の元自国に分割されたポーランド第二共和国のほぼ全領土を並行することが認められポーランド人民共和国に東プロイセンの南半分とオーデルナイセセンの東側を割譲させた。ソビエト連邦は 併合した土地のほとんどを、ウクライナソビエト社会主義共和国と、ベラルーシソビエト社会主義共和国に組み込んだ。ヨーロッパにおいて、第二次世界大戦が終結すると、ソビエト連邦は1945年8月16日に、自国の傀儡政権である、ポーランド国民解放委員会と、新たな国境条約を結んだ。この条約は、 現在の国境を二国間の新しい国境線とするものであったが、例外的に、ベラルーシ一帯トップシェムイシル周辺の3、川東部にあたるガリツヤの一部は後に、ポーランドに返還された。侵攻の数ヶ月前にあたる1939年、初頭、アドルフ・ヒトラー率いるナチスドイツの集中的軍事化に対抗するべく、ソビエト連邦は、イギリス、フランス、ポーランド、 ルーマニアと戦略的連携について交渉を開始していた。一方でソ連は並行して密かにドイツとも協議を進めていた。見込み通りに西側の民主主義国家との交渉が決裂するとソ連はポーランドとルーマニアは集団安全保障の枠組みの一部としてソ連軍に領土を通過する権利を与えるべきと主張し始めた。 この要求が拒絶されると、ヨシフ・スターリンは、はばかることなくアドルフ・ヒトラーと、相互不可侵の交渉を進めるようになった。1939年8月23日に、調印された、モロト・フリッペントロップ協定には、戦争が起こった場合に、ヨーロッパ北部と東部をドイツとソビエトの勢力圏で、分割するという秘密の議定書が存在した。 この協定の調印から1週間後の9月1日、ドイツ軍はポーランドの東、北、南から侵略を開始した。ポーランド軍は南東へと徐々に撤退し、長期の防衛戦を展開すべく用意のあったルーマニア共闘法拠点に、フランスとイギリスの参戦表明と救援を待とうとした。1939年9月17日、秘密協定に従い、ソビエトの赤軍が、 ポーランドのクレスイに進行を開始した。交戦状態の初期には、ポーランドの各都市やウクライナのドゥブのルーチク、ボロディームイルボルインシキーなどでは、赤軍がドイツ軍との戦闘に赴いているものだと信じて疑わず、彼らの平和な行軍を許していた。ポーランド軍の総司令官ユリウシュルンメルは独断で命令を出し、手遅れになる前に彼らを同盟軍として、 扱うようにと指示していた。ソビエト政府はこの軍事行動がポーランド東部に住むウクライナ人とベラルーシ人を保護するためのものであると宣言した。ソ連のプロパガンダによればポーランドはナチスドイツの攻撃を浴びてその政府が崩壊し自国民の安全を守ることがもはやできなくなっていたからであった。敵軍が迫る第二戦線でポーランド政府はルーマニア共闘歩の防衛は もはや不可能であると判断し、全軍に当時中立であったルーマニアへ緊急避難するよう命じた。1919年のパリ講和会議後もヨーロッパでは一部の党派が領土拡張への意欲を保っていた。ユゼフ・ピウス付きはポーランドの国境を可能な限り東に広げる方策を探っていた。ポーランドを名手とする連合国を作ることによって将来予想されるロシア。 またはドイツによる帝国主義的行動に対抗しようとしていたのである。一方その頃、ロシア内戦で優勢になりつつあったボリシェービッキも、西側における共産主義運動を支援すべく、競争中の土地を目指して、精神を始めていた。国境をめぐる1919 19年の両者のコゼリアイは、次第に白熱して1920年のポーランドソビエト戦争にまで発展した。 ワルシャワの戦いで、ポーランドが勝利を収め、ソビエトは和平を求めたことで、同年の10月には、休戦が成立して戦争が終わった。1921年3月18日には、正式な平和協定である、リガ平和条約が締結され、問題となっていた土地は、ポーランドとロシアに分割された。戦間期の間にポーランドとソビエト連邦間の国境が、大まかに定まったのは、 ソビエトがポーランドの講和前権団に対して争いの原因となった国境地帯における領土的情報を提案したからだった。これにより、両国の国境は1772年の最初のポーランド分割以前のロシア帝国とポーランドリトアニア共和国の国境に非常に近いものとなった。和平合意がなされて以降、ソビエトの指導者は、 世界革命という目標をほとんど放棄してしまい、その後およそ20年もの間、この理想に立ち返ることはなかった。大使会議と国際社会は1923年にポーランドの東部における新しい国境を承認した。ドイツは1939年3月15日、プラハへの進軍を開始した。4月半ばにはドイツのさらなる攻勢に対抗するための政治的、 軍事的な協定について締結を目指し、ソビエト連邦、イギリス、フランスによる外交提案のやり取りが始まっていた。ポーランドはこの折衝には加わっていなかった。三国による議論はドイツの拡大主義が続くとして参カ国同士でどこまでの保障が可能かというテーマに集中した。ソビエトはイギリスやフランスが集団安全保障条約を履行するとは信じていなかった。 なぜなら両国は過去にスペイン内戦における国家主義者の台頭やチェコスロバキアの解体を防ぐことができなかったからである。さらにソ連はナチスドイツとソビエトがいつか衝突するときにもイギリスとフランスは傍観者であろうとしているという疑いを持っていた。一方でスターリンはすでに1936年から密使を通じてナチスドイツと秘密協議を行っていた。 ヒトラーとの交渉こそがスターリン外交の本命だったとロバート・グロージンは書いている。ソ連が求めているのは勢力圏の維持に関する確かな保障以外の何者でもなく有事の際はフィンランドからルーマニアまで干渉地帯を広げることを主張していた。また同時に安全保障上の脅威が発生する事態にはこれらの国に立ち入る権利も求めていた。8月半ばに 軍事対話が始まったが、交渉はすぐにドイツ軍の攻撃を受けた際にソ連軍がポーランドを通過できるかという問題で行き詰まった。イギリスとフランスの両政府はポーランドにソ連が出した条件を飲むように圧力をかけたが、ポーランドははっきりとこれを断った。一旦赤軍が自国に立ち入ったが最後、おとなしく帰ることはないだろうと考えたのである。ソビエトは、 ポーランドの要望を無視して、抗議があろうとも三国協定を締結してしまうことを提案したが、イギリスがそれを拒否した。そんなことをすれば、ポーランドはドイツとより強力な二国関係を築くだろうと考えたからである。不可侵条約で想定されていたポーランドの分割案と実際型やドイツ政府は数ヶ月にわたって、 イギリスとフランスとの政治協定よりも良い条件を出せることをソビエト政府に密かに提案していた。ソ連は三国との交渉が同時に進んでいる最中にナチスドイツと経済協定を結ぶための議論を始めた。1939年7月の終わりから8月上旬にかけてソビエトとドイツは計画されていた経済協定の締結に向けて細部の爪をほぼ完了し、 将来的な政治協定についても具体的に取り掛かり始めた。1939年8月19日、ドイツとソビエトは経済における相互理解を図り、ソ連の資源をドイツの武器、軍事技術、民生品と交換する独祖通商協定を締結した。その2日後、ソ連は三国間の軍事対話を中止している。8月24日、ソ連とドイツは 経済協定や不可侵条約を含む政治及び軍事的な協定を調印した。後者の協定は相互の不可侵を謳うとともにヨーロッパの北と東をそれぞれドイツとソビエトの勢力圏に置くことに合意した秘密の議定書が付随していた。当初ソ連側とされたのはラトビア、エストニア、フィンランドであった。ドイツとソ連はポーランドに関しては分割する予定でピサ側となれ、 フガはブイスワ側サンガワさ側の東側で線を引き、そこまでがソ連のものになる予定であった。この協定によってソビエト連邦には進行作戦に参加する機会が生まれ、また1921年の平和条約で活用した領土を取り戻す好機がもたらされた。ソ連はアドルフ・ヒトラーとの衝突を避けたまま、ポーランドの東半分全体をウクライナと、 ベラルーシ共和国に組み込むことが可能になった。ドイツとソビエトが条約を締結した翌日、フランスとイギリスの軍事施設団は、ソビエトの交渉役であったクリメント・ボロシロフに、早急な会合を開くように要求した。8月25日、ボロシロフは彼らに対してこう語った。正常が変わった以上、このまま対話を続けることで得られるものは存在しない。同じ日に、 イギリスとポーランドは相互援助条約を締結した。これにより、イギリスはポーランドの独立を保障するとともに、その防衛に責任を負うことになった。ヒトラーは来る紛争に、英物が干渉してくることを避けるべく、1939年8月26日には、ドイツ国防軍を将来的にイギリスでも運用できるようにする計画を立てていた。 8月29日の夜、ドイツ外相リッペントロップは中毒イギリス大使のネビル・ヘンダーソンにポーランドで平和が保障されるための条件を一覧にしてて渡した。それによると、ポーランドは団地費をドイツに譲り渡し、ポーランド回廊の帰属をめぐって1年以内に住民投票を行わなければならなかった。8月30日に、 ポーランド大使のリップスキが立憲トロップに面会したが、彼は、この種の書類には署名する権限がないと伝えたため、立憲トロップはこれを取り合わなかった。ドイツはポーランドが提案を拒否し、交渉は終了したという声明を発表した。8月31日には、両国の国境付近で、ドイツ軍の兵士がポーランド軍を装って、グライビッツ事件を起こした。翌朝、 ヒトラーは9月1日4時45分をもってポーランドに戦線を布告した。1939年9月、ポーランドへ進軍する兵士を見守るヒトラー・ポーランドの同盟国も9月3日にドイツに戦線布告を行ったが、有効な支援を行ったとは言い難かった。国境付近の小競り合いではポーランドがうまく立ち回ったが、ドイツ軍の技術的、戦術的、 数的な優位は動かしがたく、ポーランド軍は国境からワルシャワ、ルブフまでの撤退を余儀なくされた。9月10日、ポーランド軍総司令官のエドバルトリッツシミグイ、元水は南東のルーマニア共闘法への総退却の指示を下した。ポーランドへ侵攻した直後から、ナチスの指導者層はソビエトに対して互いに合意した役割を果たし、 東からポーランドへの攻撃を加えるように要請していた。ソ連外相のモロトフとチューモスクはドイツ大使、シューレンブルクはこの問題について連絡取り合ったが、それでもなおソビエトはポーランド東部への進攻を先送りにした。ソビエトは日本とも国境紛争を抱える中で極東でも重大な局面を迎えており、その対応に追われていた。 赤軍を動かすまで時間を稼ぐ必要があり、また動かずとも、ポーランドが崩壊してしまうのを待っていれば、外交的なアドバンテージが稼げると見ていたのである。9月14日、ポーランドの破綻が近づくと、ソビエトはポーランドについて強迫的な声明を出し始めた。戦線布告がされないまま始まっていたソビエト連邦と、大日本帝国の衝突も、9月15日のモロトフと、 東合の和平交渉打結を経て、9月16日には停戦状態となった。9月17日、モロトフは中モスクワポーランド大使のクリーズボースキに戦線布告を行っている。ポーランドの首都としてのワルシャワはすでに存在しない。ポーランド政府はすでに崩壊して、その息の根は絶えた。これはつまり、ポーランドという国家及び政府は事実上消滅したということである。 ソビエト連邦とポーランドの間で結ばれた協定についても同じように無効になったということだ。法人主義の下で統率力も失ったポーランドは、それにふさわしくあらゆる種類の危険と脅威に満ちた土地となる。これらはソビエト連邦にとっての脅威を構成し得る。以上の理由から従前は中立であったソビエト政府ももはやこうした事実について中立的な態度を取ることはできない。 かかる状況に鑑み、ソビエト政府は、赤軍の最高司令部に指示し、国境を越えて、部隊を出動し、西ウクライナと西ベラルーシの市民の生命と財産の保護を行わせる、ソビエト連邦外務人民委員ルイ・モロトフ1939年9月17日、モロトフは、ラジオ放送を通じて、ソ連とポーランドの間で結ばれた、あらゆる条約はもはや無効であると宣言し、 ポーランド政府は国民を見捨て実質的に消滅したと述べた。そしてこの日、赤軍がポーランドの国境を越えた。1939年9月17日の朝の時点でポーランドの行政機能は東部の6県で未だ健在であり、一部の地域に限れば機能している県も5つあった。東部ポーランドでは1939年9月の半ばまで学校も開校されていた。 ポーランド軍は部隊を二つのエリアに集中させていた。つまり、南部と中央である。ポーランド軍の頑強な抵抗を受け、燃料も不足しがちになったことで、優勢だったドイツ軍は手詰まりに陥り、ポーランド東部の戦線は、膠着状態になっていた。ポーランドのおよそ3分の1の地域では、鉄道も止まっておらず、隣接する5カ国を目指して、人と貨物の輸送が続いていた。 ピンスクでは、ワルシャワから移転してきた PZL の工場で、中型爆撃機 p 3 7オ o シの製造が進んでいた。フランス海軍はポーランドでの戦闘に向けて、ルーマニアの港湾都市コンスタンツァにルノー R35 を輸送中であった。射撃装置を備えた別の艦船も直前にマルセイユを出発していた。全体では物資を搭載した。 フランスの艦船17隻がルーマニアに向かっており、戦車50台、航空機20機、大量の銃弾と爆薬が届けられるところだった。ワルシャワ、ルブフ、ウィルノー、グロドノ、ルーツク、タルノーポリといった主要都市はなおもポーランドが抑えていた。レシェク・モチュルスキーによると、この時まだポーランド軍はおよそ75万人の兵士を抱えており、26個の 不評師団と二個の機械化旅団を有していた。後者の一つである、ワルシャワ機械化装甲旅団は未だ戦闘に参加して、おらず、9月14日に、クラクフ軍と合流するため南下を開始していた。ポーランド軍は何州にも渡る戦闘で疲弊していた、ものの、未だ、ドイツ軍にとっては、侮れない戦力だった。モチュルスキーが書いているように、1939年9月17日の、 時点では、ポーランド軍は、ヨーロッパでも、有数の規模であり、ドイツ国防軍と長期にわたって戦闘が可能なほど、強力な組織だった。バラノビチルに熱る船の戦線には、ポーランド北東部から、ルーマニア共闘補に向けて、兵士と物資の鉄道輸送が昼夜を徹して、続いていたなどである。そして、9月作戦において2番目に、大きな戦闘となったトマシフルベルスキの戦いが、 ソ連がポーランドに侵攻してきた日に始まっていた。レシュク・モチュルスキーによると、約25万人のポーランド兵が中央部で戦闘に加わり、35万人がルーマニア共闘法、3万5000がポリーシャ北部の防衛に備えていた。1万がヘルヤ、グディニアなどバルト海沿岸の都市で戦闘を行っていた。ワルシャは、モドリン、ブズラ、ザモシチ、ルブフ、 トマシュフルベルスキなどの地域でも戦闘が継続しており、ドイツ軍のほとんどの師団にはそこまで交代するように指令が出された。ポーランド政府が支配権を維持している地域は14万平方キロメートルほどで、ダウダガバからカルバチア山脈まで幅にしておよそ200キロメートル、長さ950キロメートルの一帯であった。ドイツ空軍の爆撃を受けて9月16日には、 ポーランドのラジオ放送局、バラノビチとウィルノーは、機能不全に陥ったが、ルブフとワルシャワ第2は9月17日にはまだ、放送中であった。1939年のポーランド侵攻のため、進軍するソビエト連邦の赤軍ポーランド東部に、侵入した赤軍は、45万から100万の兵を、要する7個の野戦軍を2つの戦線に分けた。二等軍司令官、 ミハイル・コア・リョフは、ベラルーシ側から、一等軍司令官、セミオン・ティモシェンコは、ウクライナ側からの進攻作戦を指揮した。ポーランドの防衛計画であるフランザフトでは、ソ連は、ドイツとの紛争中は中立を維持するはずだった。結果的に、ポーランド軍の司令部は、ドイツの進攻に対抗するために、兵力のほとんどを西方で運用していた。この時東の国境を守備する。 ポーランド国境防衛隊は2万人足らずで20個大隊にも満たなかった。9月17日に赤軍が進行してきた当時、ポーランド軍はルーマニア共闘歩に向けた撤退戦を強いられていたが、そこまで引いて再結集した後にイギリスとフランスの救援を待つことになっていた。ソビエト進行後の全部隊の配置図ソ連の進行を受けて、はじめリッツシミグルイは、 東部国境部隊に交戦命令を出すことにこだわっていたが、首相のスクワトコフスキと大統領のモシチツキに説得されて、それを諦めた。9月17日の午前4時、リッツシミグルイは、ポーランド軍に自衛ための戦闘を除いて、ソ連軍とは交戦せずに退却することを命じた。しかし、ドイツ軍の侵攻により、ポーランド側の通信システムは壊滅的な被害を受けており、 指揮系統に問題が生じていた。その混乱により、国境付近ではポーランド軍とソ連軍の衝突が起こった。ビルヘルム・オルリクリュッケマンは9月30日に国境防衛隊の指揮を取ったが、着任してから一度も中央から指示を受けることはなかった。そのため彼とその部下は10月1日に部隊が解散するまでソ連軍と積極的に交戦を行った。 ポーランド政府は降伏や和平交渉を拒否して全軍にポーランドからの退避を命じフランスでの立て直しを図ろうとした。ソ連の侵攻が始まった翌日、ポーランド首脳部は国境を越えてルーマニアに入り各部隊もルーマニア共闘補の一帯に向かう作戦を開始した。ドイツ軍の側面攻撃をしのぎ、一方でソ連軍とも地に小競り合いをしながらも移動は続いた。 退避命令が出てから数日後、ドイツ軍はトマシュフルベルスキの戦闘でポーランドのクラクフ軍とルブリン軍を打ち破った。侵攻後に握手をかわす独ソの証拠をソビエトの部隊は反対方向からやってきたドイツ軍と何度も遭遇した。戦場では両軍による共同作戦として有名な出来事がいくつも起こった。ドイツ国防軍は9月17日に ブジェスチリテフスキの戦いによって占領していたブレスト要塞をソビエト第29戦車旅団に解放した。ドイツ軍大将のハインツグ・デイリアンとソ連軍巡将のセミオン・クリボシェインはこの町で共同の軍事パレードを行ったのである。リビューはドイツが占領作戦をソビエト連邦に移管した翌日の9月22日に降伏した。 ウィルノーは2日間の戦闘の後9月19日に、グロドノーは4日間の戦闘の後9月24日に、それぞれソビート連邦軍に占領された。9月28日には、ソ連の赤軍は、ナルフ、ブク、ビズワ、サンという河川で線が引かれる地域まで到達した。そこがあらかじめドイツと取り決めていた国境線であった。9月28日のシャツクの戦いではポーランドが、 戦術的な勝利を収めたものの、紛争を全体として見た時の勝敗について、議論の余地はなかった。志願兵、民兵、撤退してきた部隊が再編成をして、首都ワルシャワでドイツ軍と対峙したものの、それも9月28日までで、ワルシャワ北部のモドリン要塞は16日間の激しい戦闘の末に降伏した。10月1日、ソ連軍は、 ビティチュノでの戦いに勝利し、ポーランドの部隊を森に駆逐したが、これが一連の軍事作戦におけるほぼ最後の直接的対決であった。孤立したポーランド軍の中屯地のいくつかは、包囲後もしばらくその守りを解かなかった。要塞化されたサルニの町などがその典型で、9月25日まで持ちこたえている。幸福間近のポーランド軍で編成された最後の実動部隊が、 フランチシェック・クレーベルク順将率いる独立作戦集団ポレシエであった。そのクレーベルクも4日間のコックの戦いを経た10月6日に降伏し、9月作戦は成功裏に終わった。10月31日にモロトフは最高会議に次のような報告を行っている。ドイツ軍、ついで赤軍による短期の構成は、このベルサイユ条約が生んだ雑種の講安と型もなく、消し去るに、 十分なものであった、ポーランド人の首引きを受ける、ウクライナ人の農民と赤軍による解放の二幕民族的には、ポーランド人でない国民の反応は状況をさらに複雑なものにした。ウクライナ人、ベラルーシ人、ユダヤ人はその多くが侵略してきた軍隊を歓迎した。この地の共産主義者も人を集めて、 ブレストの東部の村で伝統的なスラブ人の作法であるパンと塩を振る舞い赤軍を迎え入れた。そのために2本の柱を頭皮の枝と花で飾って凱旋門のようなものも作られた。赤い布にロシア語でソビート連邦を称え赤軍を歓迎するスローガンが書かれた横断幕がこの門に掲げられた。レフメフリスも現地での反応について スターリンへ報告を行い、西ウクライナの人々はソビエトを真の解放者のように歓迎していると述べている。ウクライナ民族主義者組織は、ポーランド人に対して反逆を開始し、共産主義者のパルチザンもスキデリなど地方ごとに組織的な放棄を行った。1939年9月17日に、親愛なる西ウクライナと西ベラルーシの人民は解放された。 ソ連の侵攻とポーランド東部の併合に対するフランスとイギリスの反応は薄かった。両国ともこの時はソビエト連邦との対立を予想しているわけでも望んでいるわけでもいなかったからである。1939年8月25日に締結されたポーランドイギリス共同防衛協定の条項ではポーランドがヨーロッパの勢力に攻撃を受けた場合に その支援を約束しているはずであった。しかし、この協定に付属していた秘密の議定書には、そのヨーロッパの勢力はドイツを指すものと明記されていた。ポーランド大使のエドバルト・ラチンスキがイギリス外相ハリファックス教に協定の存在を正すと、ハリファックス教はソビエト連邦に宣戦布告するかどうかはイギリスが決めることだと即決なく答えた。 イギリス首相のネビル・チェンバレンは、ポーランドの国家としての復活を国際社会に約束すべきだと考えたが、結局ただ一般的な非難の声明を出すに止まった。このスタンスには、イギリス流のバランスの取り方がよく現れていた。つまり、ソ連との貿易も含めた安全保障上の利害関係を視野に入れていたのである。いずれは戦争遂行にあたって、協力関係を築くはずで、 ドイツへの対抗策として将来的な英ソの同盟も可能性として残っていた。イギリス国内の世論は二つに割れていた。ポーランド侵攻に行き通りを見せる者も,もいれば、ソ連がこの地域について行った主張は理解できるという者も,もいた。フランスもまた航空支援を行うことなどをポーランドに対して約束していたが、それらは履行されなかった。 フランスとポーランドの間の軍事同盟は1921年に調印され、それ以来改正もされていたが、フランス軍の上層部からは消極的な指示しかされていなかった。両国の関係は1920年代から1930年代の間に悪化していった。フランスの見解は、ドイツとソ連の連帯は強固なはずがなく、それに対して公然と球断したり、 対抗手段を取ることは、フランスにとってもポーランドにとっても、最良の結果をもたらさないだろうというものだった。そして、ソ連がポーランドに侵攻した以上、短期的には、フランスとイギリスが、ポーランドのためにできることは何もなく、その代わりに、長期的な視野で、勝利のための計画を練ることが求められた。9月上旬、フランスはおもむろにザール地方へ攻勢をかけようとしたが、ポーランドが、 敗戦になると10月4日には、マジノ戦まで軍を交代させた。1939年10月1日、ウィンストン・チャーチルはラジオを通じて声明を出している。ロシアの軍隊がこの新たな国境戦にいるのは、ナチスの脅威に対して、自国の安全を保障するためには明らかに必要なことだからである。いずれにせよ、国境戦は動くことはなく、 ナチスドイツは東に前線が出来上がったことについて今更非難することはできないだろう。リッペントロップ氏が先週モスクワに召喚されたのは事実を学び事実を受け入れるためだ。つまりナチスがバルト諸国とウクライナについて描いている動きは間違いなく行き止まりに通じているということを。1939年10月、モロトフはソビエト最高会議に 作戦の遂行中に737人の死者、1862人の負傷者が出たという被害の報告を行っている。一方でポーランド側は、赤軍との戦闘で3000人から7000人の兵を失い、23万人から45億人の捕虜を出した。ソビエトは降伏時の条件をあまり守らなかった。ポーランド兵士に解放を約束しながら、 武器を捨てた途端に拘束する場合もあった。赤軍に捕獲されたポーランド軍の戦争捕虜、ソビエト連邦は侵攻を開始した時点でポーランドを国家として認識することをやめていた。両国とも通常の戦線布告を行っていない。リッツシミグイも批判したように、このことは重大な結果をもたらした。ソ連は数万人に及ぶポーランド人の戦争捕虜を殺害しており、 中には軍事作戦が終わるのを待たずに処刑する例も見られた。9月24日、ソビエトはザモシチ近郊の村、グラボビエツにあるポーランドの野戦病院で42人の職員と患者を殺している。9月28日にはシャツクの戦いで捕獲したポーランド人将校全員を処刑している。カティンでは2万人を超える兵士と民間人が虐殺された。 内部人民委員による拷問も収容所を問わず大規模に行われたが特に比較的規模の小さな町では激しかった。ポーランド人将校の大量処刑について決定を下したソビエトの文書ポーランドとソビエト連邦はシコルスキマイスキー協定を結んで1941年には国交を再開した。しかしポーランド政府が当時発見されたばかりの家ンの 五月をソ連から独立して調査することを要求したため、1943年に再び外交は断絶した。その後のソ連は、モスクワのワンダ・ワシレフスカヤが率いる、親、ソビエト的なポーランド愛国者同盟を、ポーランド政府として連合国に認識させるべく、ロビー活動を行った。1939年9月28日、ソビエト連邦とドイツは、 独ソ協会友好条約を調印し、モロトフリッペントロップ協定の秘密条項の修正を行った。これにより、リトアニアはソ連の勢力圏に置かれることになったが、ポーランド内の国境は東に移動し、ドイツの領土は広がった。第四次ポーランド分割とも表現される、この取り決め後も、ソビエト連邦は、ピサ、ナレフ、西のブク、 三という核河川の東側にあたるポーランドの領土をほぼすべて獲得していた。この20万平方キロメートルほどの土地には1350万人のポーランド市民が暮らしていた。この取り決めによって引かれた国境は1919年にイギリスによって提案されたカーゾン線とおおよそ一致しており、スターリンはテヘランやヤルタで行われた 連合国との交渉においてうまくこの点を利用した。赤軍はもともとナチスからポーランドを救うために参戦したと主張していたため、進軍した先の現地民に混乱を招いていた。彼らの出現は、ポーランドの地域社会やその主張には大きな驚きを与えた。ソビート連邦の進行の対応策など教えられていなかったからである。ポーランド人とユダヤ人ははじめドイツより、 ソビエト政権の方がましだと考えていた。しかし、時を置かずに、ソビエトのイデオロギーは、地元社会に押し付けられた。例えば、ソ連は、ポーランド人の財産については、私有と国有とを問わず、速やかにその没収と国有化、再分配を始めたのであった。併合から2年で、約10万人のポーランド市民が逮捕された。ソビエトの極秘資料についてアクセスする手段がなかった。 ため戦後も長年にわたってポーランド東部からシベリア送りになったポーランド人やソ連支配下で粛清された人数についてはその多くを推測に頼っていた。研究者によってその数には大きな開きがあり35万人から150万人がシベリアに追放され25万人から100万人が亡くなったとされた。そのほとんどが民間人であった。 1989年以降、ソビエトの情報公開が進むと、これまでの推計における加減の数字が、おおむね、正しいということが分かってきた。2009年8月、ソビエト連邦の侵攻から70周年となる年に、ポーランドの国家記名員は研究の結果として、シベリアへ追放になった人間の推計を100万人から32万人に修正し、対戦中に、 ソ連支配下で殺害されたポーランド人の数を15万人とすることを発表した。新たに併合された領土には1350万人が住んでおり、最後に行われたポーランドの国勢調査によれば人口の38%がポーランド人、37%がウクライナ人、14.5%がベラルーシ人、8.4%がユダヤ人、 0.9%がロシア人、0.6%がドイツ人であった。10月26日、ベラルーシ人とウクライナ人の議員が選挙で生まれ、併合に上辺だけの正当性が与えられた。ポーランド国内におけるベラルーシ人とウクライナ人は政府のポーランド化政策の下で急速に孤立しており、分離主義運動による迫害を被っていたため、 ポーランド人の国家にほとんど忠誠心を持っていなかった。とはいえ、ベラルーシ人とウクライナ人が皆、ソビエト政権を信用していたかといえばそんなことはなかった。実際、貧困層はソビエトを歓迎する傾向にあったが、エディート層は、再統合それ自体は支持しつつも反対勢力に回ることが多かった。ソ連は、あらゆる地域で集団化を強制し、西ベラルーシと、 西ウクライナにおけるソビエト化を急いだ。彼らはその過程で政党や公共団体を解散させ、容赦なくその指導者を人民の敵として投獄したり処刑した。ソビエト政権は反ポーランド的なウクライナ民族主義者組織についても弾圧を行った。この組織は1920年代からポーランド政府に対して激しく抵抗していたが、 その目的はウクライナを分割させることなく独立することであった。1939年の再統合はそれでもなお、ウクライナとベラルーシの歴史において決定的な意味を持つ出来事であった。なぜなら、1991年にソビエト連邦の崩壊を経て、ついに独立を達成する二つの共和国が生まれる契機となったからである。後に1939年の侵攻と、 その影響に関する様々な記述がソビエトの検閲の対象になった。政治局がもともとこの施策を解放運動と呼んでいた頃からソビエトにおける言論や出版物についてこの基準は揺らぐことがなかった。不可侵条約に付随していた秘密議定書が復元されて西側メディアで出版されていたのにもかかわらず何十年にもわたってソビエト連邦は この議定書の存在を公式には否定する方針を取っていた。議定書の存在をソ連が正式に認めたのはようやく1989年のことである。検閲はポーランド共和国に関する言論にも適用された。それは両国の共産主義政府によって強化されたポーランドとソビエト連邦の友好関係というイメージを守るためであった。 1939年の軍事作戦に関する記述として唯一認められたのは、ベラルーシとウクライナの人民が再統合を果たし、少数独裁的資本主義から、ポーランド人民が解放されたものとして描く媒体だけだった。このテーマについて、当局はそれ以上の研究や教育をすることに、極めて抑圧的であった。この問題については、様々な地下出版物が出回ったが、 それは、紙媒体に限らず、例えばヤチェク・カチマルスキのプロテストソング、9月のバラードは1982年の歌である。2009年に、ロシアのウラジーミル・プーチン首相は、ポーランドのゼタ・ビボルチャ氏に対して、1939年8月に締結された、モロト・フリッペントロップ協定は、背徳的であったとする文章を寄せている。プーチンは2015年に今度は、 ロシア連邦の大統領として次のように語った。その意味で私は文化省と意見を同じくしているウラジーミル・メジンスキーは不可侵条約がスターリン外交の勝利だと称賛していた。つまりあの協定にはソビエト連邦の安全保障を確実なものにするという意義があった。2016年ロシア最高裁はブロガーのウラジーミル・ルズリンを有罪とした。 下級審の判決を支持した1939年のポーランド侵攻はナチスドイツとソビエト連邦の共同の取り組みであったとする文章をソーシャルメディアに投稿しナチズムの復権を行ったというものだった。ありがとうございます。